さてまあ沖縄っていうのは玄、はい、ちゃん何かと話題がきない特にこのね沖縄の反基地運動っていうのはプライドが高くてですね<あ>まあ以前このゆきさんにですね写真撮ってピースされただけで某新聞社の記者が大発狂。 してですね、もう本当に未だにやっぱり粘着しまくっているということでございまして、はい、え今日はこの話題に行ってみたいと思います。フリップをご覧ください。トン。座り込め座り込みでございますよ。<ら>はい、えー、座り込みというとね、トン。もうすごいですね。 漢吉のね侍というか闘志というかい、はい、もう警察官を見つめる眼差しが非常に熱い方でございまして、うんうん、これもね玄ちゃん座り込みですよね、はい、そういった中で今ネットの中を騒然とさせてる座り込みがこれでございます。これは誰かとと言いますと なんとあの高須クリニックの高須先生予告なしに来沖されましてね辺野古のテントご訪問されております、はい、高須先生ありがとうございます、はい、そして後ろにね米兵の車も走ってますけどそこでねこのように座り込んでいるんですよね 誰もいないので座り込みしてあげたぜなうということでございましたね。はい。こユーモがユーモア,ーモアがっていいよね。これはね。白誰もいないんですよ。ねえ、本当だ。すごいですね。うん。しかしこれを見てね。また。大やけどした方がおります。この方でございます。<あ>トム<ン>。オ <laughs> キタイムスの阿部ちゃんでございますね。はい。夕方に来て何かを発見したかのように、うん、誰もいないと笑う人。 またうんざりということでございましてね。はい、はい、まあ、このように辺野古の座り込みの現場にね、いろんな人たちが来て座り込むことに、えー、この安倍ちゃん非常にうんざりをしているということでございます。しかしね、ネットでつぶやくだけじゃなくて、うん、なんと翌日紙面に載っちゃったんですよ。このように。えー、これがニュースなの？ニュースになってます。 沖縄タイムズさんから座り込み現場、高須氏が投稿ということで辺野古、誰もいないと言ってですね、はいえー、高須クリニックの高須院長が12日、えー、名護市辺野古の新基地建設に対する抗議運動の現場で撮影した写真をツイッターに投稿したということでございましてね。 わわざわざ高須クリニックの高須院長とニュースネタがないんですかね、はい、すごいですよね,ねこんな個人的なことに、はい、さてそれに対してオール沖縄会議の山城宏司入院部長た,た <laughs> いわゆるサリンド・クルサリンドの山城宏治さん、はい こう言ってますね。うんえ「工事を止めるために座り込んでいるので、うん、工事がない夕方には誰もいない」うん「トラックが来る時も一緒に座り込んでくれるなら歓迎すると語ったということでございましてねこの「座り込み、ね」「工事の、ね、止める時に来るんだったら歓迎しますよ」って言ったんですけど。 工事の時だけ座り込んで、あといないっていうのは、ちょっと意味がわから。そうそうそう、だから。いや、これ、抗議活動ですか、これ。いや、だってね、源ちゃん、昔はね、こういう。プラカードがあったんです。つい最近まで。うん、これでございます。うん はい、あはいはいはいこれつい最近ですよ皆さん、はい、新基地断念まで24時間監視中座り込むぞということで24時間とは夕方も夕方もいいなといかねえじゃん朝昼晩24時間監視しながら座り込んでいますと、うん、いうことをなんと2984日ぐらいまでは公言してたわけだいるんですよはい、はい、それどころかね共産党さんは過去にこういうふうに書いてますあら,あらららら 抗議座り込み、どんどん元気。<laughs> 辺野古二十四時間体制ということでございましてね。はい。ほら、二十四時間たんす。よね。共産党さんが言ってるんですよ。うん、ということは、源ちゃん。はい。二十四時間。座、うん、り込んでいないといけないそう。そこにいないってことな、うんですけど。うんうん、最近ちょっと変わってきたんです。ね。<ー>変わった一番の原因はこれでございます。 トン。これからね<え>火がつきましたね、はい。そうなんですね。さっきのね看板からそんなに時間経っていないんですけど、はい、いつの間にかこの二十四時間監視中という字が消えちゃってい、ね。ああ。まあでもあの私正直思うんですけど、うん、もういい年こういったねあの名例の方々がね二十四時間やぶかに刺されながらそこでね座り込む必要なんて私ないと思いますよ。 ね、必要な時だけ座り込んではいいのに、うん、ひろゆきさんに「誰もいねえんじゃん」なんて言われた途端に大発狂してあなたには見えなくてもそこには思いが座り込んでるというわ分からんこと言って自分たちで、ね、どんどん傷口を広げていって自爆していったんですよね。はい <laughs> 炎上してますそしてこのようにやっぱり笑顔でこういった写真をね撮ることを不謹慎だとかあの沖縄をバカにしてる沖縄差別だなんて言い始めたんですよ沖縄の抗議運動を茶化すなって言ってあら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 ところがところがですよ、うん、茶化すなって言った人たちこんな感じでございますドン <laughs> これどうですか皆さんなんじゃこれ <laughs> これひゆきさんが撮った翌日に あらあらそこに集まったのは、うん、確かこれ奈良県から沖縄に来たお笑い芸人セアロガイおじさんもちろんうちのあん虫じゃないですよ、はい、その方とレインボーカラーの方々が一緒になって、うん、イエーイってやってるんですけど玄ちゃんこれはいやいやこれはひろやきさんに便乗して「何これ?」って盛り上げようと自分たちの顔を。 さんの人気にあやかっっっててて自分たちもって言ってね後ろにいる人なんかこんなことやってるじゃないですかそうそうそうだからさこれって不謹慎じゃないですかそれにせやろがいなんかなんですか現ちゃんこれってああだから自分の顔覚えてってことでこれって何ですか人気者になりたいってことですかんでこれが批判されないんですかこれこそ沖縄の反基地運動を茶化してるとしか言いようがないと思いますよ そして、こういった写真もございます。トン誰、これ、この方。はい。結構、がたいのいい方なんですけど。はい。彼はですね。うん、沖縄のメディアが、もう、何かとね、御用達。うん、新聞にも、コラム書いたりとか。うん、ね、あの、ラジオに出てたりとか、沖縄のメディアに引っ張りだこの。モバイルプリンス君なんです、うん。あ、この方が。はい。 モバイルプリンスくんが素顔で、うんはい、登場ということでまた全国に顔を売りたいいわけねね登場ししていますよ皆さんん <laughs>、はい、どうなんでしょうなでょか、ねまあ、こういったことは一切批判されずにねひろゆきさんとかあと高須院長が来ると批判をするということでございまして、はいうん、やはりねこういった看板の前で写真を撮ることも、うん、その方のねやはり属性によって 批判されたりされれたたりりなかっすこれを何て言うかっていうと、うん、これこそ差別っていうですよね差別差別と言ってる人たちが一番人を差別するんですよ自分たち以外を平気で差別して、ねはい、除外するこれがまあ彼らの正体かななんて思っているんですけど。うんね、ということで、はい、本日の「沖縄の声」これにて終了させていただきます。うん、では皆様 来週またお会いしたいと思います。今夜もありがとうございました。ありがとうございました。